ダッコニージは、イタリア共和国ピエモンテ州クーネオ県にある、人口約9900人の基礎自治体。ピエモンテ州における、一鉄道で、トリノから南に 40km、クーネオから北へ 50km の位置。地震分類イタリアの地震リスク階級では、3に分類される。ダッコニージの町は、中世時代に誕生している。当初は、サルッソ公国に属していた。 その後、領有権は、アカシア王女、サボヤケ家へ移っていった。ラッコニー寺には、以下の分離集落がある。ラッコニー寺城、ラッコニー寺には、10世紀頃からあった、宮城をもとに、1570年に、サボヤケ家のために建造された、ラッコニー寺城がある。このラッコニー寺城は、1901年には、イタリア王の夏の王宮となり、1997年には、 サボヤ王家の王宮軍の一つとして世界遺産に登録されている。ラッコニージ城の北面には1755年にベルサイユ宮殿の庭園も手掛けたフランスの造園家アンドレル・ノートルにより設計された大庭園がある。この庭園は1835年にも拡張され現在に至っている。ラッコニージの主要産業は農業、牛乳や牛肉の生産、 そして、板金工業である。ありがとうございます。